五秒前、四、三、おはようございます。時刻は九時四分です。九月六日の水曜日の朝刊チェックでございます。今日は週刊文春電子版の配信日でございますので、えー、正午の配信。今日は。 このままこちらにしばらくはおりまして正午の配信をみんなと一緒に待とうというふうに思っております12時半過ぎにはアーでンとあかんのですけれども、はいえー、どうぞ楽しみにしていてくださいませ昨夜緊急生配信をいたしましたが木原官房副長官留任という、まあ、あのそんな噂もあったというふうに後で教えていただきましたけれど私の感覚からすると私の感覚からすると うーん木原さんをそのまま置いておく、いやいや、まあまあ、木原さんがいないと岸田さんがあ岸田政権として成り立たないんだとか、まあ、いろんなことを皆さんおっしゃいますが、正直言うて、誰も本当に官邸に近いところにいる人、こんな長官チェック見てないでしょ、<laughs> みんな、みんな素人の、えーえー、みんな単なる取り巻きじゃないですか。えー、そんなことを ななななんんんか偉そうううに言えるよよな人なんて多分いないと思うんですよだからまあ僕も含めてですけどねいやまさかまさかという坂がありますと結婚式で仲人さんは言い張りますけれどまさか木原さんをそのままっていうふには思わなかったんですがその全内幕というふうに「週刊文春」は書いておりますので今日の電子版でなぜなぜ。なぜ えー、木原さんがのそのまま残るのか、まあ、俺がいいと言えばいいんだろうと、岸田さんがアメリカへ連れていったわけでありますが、まあ、それはもう最後の卒業旅行だと思っとったんですが、今日の朝日新聞、京アニの事件がトップにはなっておりますけれども、こちらです、えー、麻生副総裁の留任。まああのー 麻生さんはもう引退を決めたんだという報道がありましたがそれはガセなんだと言われたりもしておりますそれはまあ出たら勝つんでしょうけれどそして木原氏続投で調整という書き方をしています正直読みましても木原さん続投へという話は書いてあるんですが、えー、なぜそうなのか誰に取材してなのかあというようなことは書いてございません えーまあ、昨日からもインドネシア行ってまして、その後は G20 でインドですかあ、11日に帰ってくるということなんですけれど、えー、岸田派に所属する木原氏については、外交・内政の重要問題を総理と共に検討してきた最側近で、まあ、検討してきたというか、まあ、木原君、君の書いたパワーっぽ、そのまま使わせてもらうで、 っていうまあ、そういうことですよね。これこのまま読んだらええのんと、えー、いう話なんでしょう。まあ、それだけ有能な人だというね、評するところもありますが、まあまあ、英雄色を好むですか、もうデリヘルの問題から何から、俺はもう毎日セックスせえへんかったらあかんのやというふうに言い張る勢力満載の方ですからね。うん、ただ木原氏をめぐっては 週刊誌報道が相次いでいることを懸念する声も政権内にあり官邸内の別ポストで処遇する可能性もあるということでございますしかしまあまあ官房長官に格上げということは考えにくいですし何ですか官邸のポストまあまあ官邸のポス 邸の中に郵便箱もあんのかもしれませんが、そのポストではございませんよね。えー、何なんでしょうか。ああ、他に、他に何があるんですか。うん、まあ、なんとか大臣とかになりますと、官邸からは外れることになりますんでね。こそっと入って、こそっと帰れるところでないと、今、木原さんは置いとけませんよね。ええー。 さあ朝日新聞はさらっとしか書いておりません、そしてまあ別ポストになったとしても保険を売っているわけですが、週刊文春はそこは書いております、もう留任と。で留任の、えー もうその内幕ということまで書いてくれるわけですので今日どうぞお昼前からまた配信をいたしますから一緒に「週刊文春」の電子版を読んでいきましょうどうぞ明日の紙面そして電子版会員になっていただければというふうに思いますでその 朝日新聞も含めてですね、新聞が、まあ、このいわゆる週刊誌報道と書いている文春法を、えー、追いかけないわけですね。で、岸田さんはじめ、木原さんもそうですし、みんな無視を決め込んでいると、朝日新聞の木原、鬼原と書いて、この官邸版の記者につきましてはですね、佐藤誠さんという。 警視庁の元捜査員、えー、事情聴取をした人でもありますけれど、木原さんの本斎にね、えー、この人の会見について、非常に怒りに任せたツイートをしていました、とんでもないと、何なんだと、朝俺は朝日新聞の、おお、もういろんなとこ回って、今、鑑定版をやってる木原だぞと、同じ読み方の木原をそんな追い込むような、 そんな記事を書くような三流週刊誌が何を,何を言っとんだみたいなことをですねええ鼻高々に書きよってでも細かいことは言えないいずれ言ってやると塀だけこいてええ言い寄よったわけですがまあ実は後でお話しするつもりでしたが今回のインドネシアの歴法にあいつくっついていっとるんですけどねええー。 えー、岸田さんのお,、ね、お尻の匂いをかごうとおくっついていっとるんですけどそのの朝日日新聞今日の転生人語でございます、まあ、昔私がラジオ少年だった頃 ABC 朝日放送で「朝日新聞の声」っていうのがありましてね「天星人語もしくは社、えー、説を当時の,泊ま,りの泊まり明けのアナウンサーが読むという。 でですから生放送だったんでしょうね。まあ、収録もできないことはないでしょうけれど明け野アナウンサーがただただあの、えー、語尾を話し言葉に変えて天声人語を読むというので、えー、少年の頃よく聞いておりましたアナウンサーの仕事というのはこういうものもあるんだなと思って、まあ、そのまま読んでしまいますと著作権法のに触れてしまいますので一部読みながら、えー、解説をしていこうと思いますが。

今日は率直にこう書きますというかねもうこれはもうこう書くって書いてますから心がけているがって書いてますからねそう読んだ方がいいでしょうね手垢のついた表現はなるべく使わぬように心がけているが今日は率直にこう書く先日の記事には全く目を疑った関東大震災での朝鮮人虐殺について政府として 調査した限り事実関係を把握できる記録が見当たらないという松野官房長官の発言である。はい。えこの件についてはまあまあ同感です。この件については同感です。まあ,あの小池東京都知事もそうですし、えー、誰に尾門掛っているのか。 えーまあ、その日本の自虐資観っていうんですか日本の政府日本の人民がやったひどいことというのには目を閉じていきましょうそれをあ、えー、ったことをないことにするためには記録が見当たらないという言い方にしましょう実際そんなことはないんですがね例えばと政府がネット上に設けているアジア歴史資料センターでも当時の司法省の資料が見つけられると。 えー、ちょうど100年前、関東大震災9月1日にありまして、その後6日、えー、埼玉でですね日本刀や竹槍などを持った人々に殺された人がいるなど、多くの被害事例がそこにあると、えー、興奮したる民心は、巡良にしてなんら非行なき者に対しても害を加えた、誠に遺憾とするところなり。 もちろん当時も混乱している中での記録ですからその多少の間違いがあったりとかそういうことは思い込みもあるかもしれないけれどどう考えたって朝鮮人まあ他の人も中国人もそうですかね、えー、虐殺をされたということはあるとでまあ河川敷に何百人もあの捨てられたということについて例えば、えー、それを掘り起こしたけれどもそこには人骨はなかったというようなことも 中にはある、中にはあるのは私も知っています。しかし、しかしですよ、関東大震災をきっかけにして、流言、頻語が、ああ、ね、巻き起こり、えー、まあそら、そうでさ地震でもちろん死んだ人もありますが、大火に巻き込まれるときにですね、まだ大丈夫やと思ってた人らがあっという間に、えー、マウイ島の火事じゃないですけれど、巻き込まれて、多くの人が亡くなった、10万人以上が、 あなくなり行方が分からなくなっているという災害の中でえラジオがあったりテレビがあったりするわけではないところで流言飛語が広がってえそのえ恐怖の中でですねこういうことがあったんだろうということは記録にあるわけですよね。気づかなかった不明を恥じるが政府はここ数年今回と同じ答弁を国会などで繰り返してきたそうだ。 虐殺の有無には触れないまま記録がないとあえて何度も言うそうしてあたかも歴史的事実が曖昧であるかのような印象をばらくまく、あ、つまり木原事件に対して無口を貫いている無言を貫いているっていうことが、まあ、作戦上危機管理の作戦上素晴らしい僕があコンサルだったらそのようにあの言いますよと言っているように。 黙っていることがベターいやもうベストの回であるとそしてこのように記録がないと言い続けるっていうことが言い続けていくことが長官チェックを毎日毎日やっているようにこの継続は力なり記録はないと言い続ける継続は力なりなんでしょうおそらくそうやって歴史はねじ曲げられていくんでしょうがそれに対して、えー、天聖神保氏は 実に危うい、一体政府は何を守り、どこへ向かおうとしているのか、まだ希薄な、しかし、得体の知れない空気が漂っているようにも思えてならない、うすら寒くなると書いております。はい 今日の天聖神保君、どなたでしょう、天聖神保師なんていうふうに、敬って言うつもりは全くございません。まあ、もう現役の人ですから、62歳の私からしたら後輩にあたる人でしょう。おいおい、ちみちみ。おい、天聖神保、何を書いとんねん、お前。この件については、はい、全く同感です。しかし、朝日新聞、お前らが何をやってんねん。木原問題について、無言を貫いて、政府の言うことをそのまま、 えー、告訴するであるだの事件性はないだのということをただただ「週刊文春」にくしのようにして書いているのはお前らではないか君たちが君たちが何もしていないということに私はうすら寒さではなくおかんですおかんを感じていますもうブルーと震えますうすら寒いではありません朝日新聞が一体木原事件について何を書いていますか木原記者が「 総理についていって、総理に聞いてるんですか聞いてないでしょう。聞くこともしない。聞いていることも書きもしない。そんな朝日新聞が何を偉そうに、おっと、<laughs> 大事な私の、大事な私の提灯が落ちてしまいました。え、一体何、何を言えるんですかしみちみ、天聖神悟くん。え、むちゃくちゃですな。 ようこんなダブルスタンダードでやってはりますね。いやいや、そんなもんですか。朝日新聞ちゅうのはそんなもんですか。そうですよね。新聞もテレビもそうでしょう。そゃそうです。そゃそうなんですが、反省してるって言ってるんじゃないんですか。ジャニーズのことについても反省してるって言ってるんじゃないんですか。どうなんですか。反省なんてやっぱりしてないんですよね。政府のこと何にも言えませんよね。ほんまに。えー どうぞ来年の大学入学試験にこの転生人号を出してこの転生人号が間違っていることは何ですかという問題を作ってくださいどうかそして私のような感想を持つ人を大学に入れてあげてくださいおっしゃる通り朝日新聞って素晴らしいって書く人は多分まだまだ 勉強が足りないんだと思いますそのまま朝日新聞に入って出世をして天聖人語を書いているこのエース記者であろう誰か知りませんがこいつには分かってないということですね君たちが口をつぐんでいることが世の中を悪くしていっているんですそのように思われないでしょうか 今日も180円という大米をはたいて買ってまいりました。その朝日新聞をじっくり読んでまいりましょう。それでは長官チェックスタートでーす。 よし見てよし、こうてよし、ようこそ天神橋寺商店街、天六、天子森スタジオへ。スポンサー募集中でございます。はい、ええー、こもさん、こもりやすのりでございます。朝からちょっと血圧を上げてしまいましたが、皆さんも今日の朝日新聞の天聖人号を読んだら。それは血圧の十や二十上がると思いますね。血圧下げるために、もっくんの宣伝しているお茶でも。 お飲みましょうかね、えー、体すくいアかちゃダブルとか飲まなきませんね、えー、ちょっと落ち着かせていただきます <music> さてええー、コモさん二、まあ、足のわらじを履いておりましてラジオパーソナリティをやったりこういうユーチューバーをやったり本当ですとアンテリジャンの代表取締役として24時間会社のことを考えなければならない。 そうしてないからお前の会社はまだまだ大きくならないんだそんなあご指摘を賜りましてしかしまあ私は私なんだと思って社員には迷惑をかけながらやっております本日このあと2時からですが淀屋橋で講演会がございまして生前ビデオ天国からのメッセージというのをリリースしておりますファミリーヒストリーを作っている会社の代表といたしまして ま、残すことを元気なうちにちゃんと、えー、ビデオに残しておきましょうというお話をさせていただきますパワーポイントの資料を、ね、何十ページもあるのをうちの若いスタッフが作ってくれまして。 でまあ、ここでは私自由にしゃべってますけどやっぱりまあパワーポイントがありますんで90分の講演をどのように進行していくかどこでどういう映像を見てもらって、まあ、ここでこうやってちょっとゆっくりしていただいてあるいはここでこういう質問をしてっていうまあ段取りがありますからテレビ番組みたいなもんですね。 昨日の夕方、3時間ほどかけまして、えー、そのランスルーというか、えー、ここでこう、いや、このスライドはここ、ここはこういうふうに、いや、ここにもう一個、こういう数字とかグラフを入れてもらった方が分かりやすいなとかっていうお話をしましてですね、でまあ、それを彼女が、あちゃんとまあ結構遅まで残ってくれて、えー、作ってくれました。はい で最後のところでですね90分のそのタイムキープっていうんですか時間の管理をどうしましょうかとで東京でテレビ番組の AD さんなんかもやってはったコ、ねえーナーで出しましょうかって言うから「いや任しといて」と。 うんあのー、多分まあ僕がまあもちろんタイムキープしないといかんのですけど見てる人になんかこうやってねまきが出てたりとか何分ですとかっていうのがはい、あのー、見えてしまうと多分みんなそれで緊張感が出たりとかしてしまうと思うんで、えー、テレビのスタジオでカメラの下で何,何秒前とかって出すのとちょっと違うから5秒前4秒前。 さんとか出会うのと違うので、まあ、そこは任しといてって言っ,て、えー、言ったら「はい分かりました」と「じゃあそこはお任せします」って言われてふと考えて私時間管理できてないですよね毎朝ね、えー、1時間ぐらいにしようと思ってて1時間20分やったり30分やったり40分やったり。 面白いねんけど、コモさん、長すぎるから、よう見い品はという書き込みを無視しつつ、今日もやっておりますんでね、<laughs> そうですね、<laughs> 僕に時間管理はできないのかもしれませんが、まあ、よろしければ、まあ、今日はもう満員になってしまいまして。 えー、10人のところ、まあ、11人お申し込みをいただいているということでしたので、そこでストップしてくださいというふうにお願いをいたしました。えー、今度、双葉学者の方は最大50人入れる会場と聞いております。10月あ9月の10日でございますね。こちらでございます。新長田にございますので、どうぞお越しください。 そして、毎日文化センターの方は、教室だけではなく、西梅田の毎日新聞の本社、そこでやらせていただきますが、リモートでも参加していただけると、お申し込みいただいているみたいでね、リモートでも。ありがとうございます。これだったら、全国どこからでも参加していただきますので、どうぞお願いをいたします。そして、もう一つ、昨日、真摯に、 という文字を「真」「士という文字をハガキで書いてきた方がいらっしゃいました。えー、冗談みたいにして言いましたらちゃんとハガキの裏に「真」「士と書いていただいたのを皆さんご覧いただいたと思います。えー、一日遅れですが ラジオネーム高槻に住んでいましたさん、埼玉から頂戴いたしました52歳の男性でございます。えー、8月30日の朝官チェック26分頃の紳士の係応募いたしますと、<laughs> またハガキが届きました。略さんはじめまして えー、今年の1月頭ぐらいから長官チェックそして黒田に拝見しております勉強になりますし何より聞いてて見てて楽しいです、えー、紳士の件応募します紳士ですそしてねこのあのもうはがき職人やったんでしょうね52歳のおっちゃんですがこうやってあのペンで。 開店、ええ、の昔、もうそうでした、ヤンタンとかね、もう,もう,こ,んもうこんな束になってきてましたからね、ええ、もうヤンリクとかやったら、もっともう紙袋に入れなあかんぐらい来てたみたいですけど、うん、紳士ですと、ええ、久々に描きましたと、久々に描きましたということは、紳士に生きている方なんですね、はいまあ、お一人にという,うでしたが、ステッカー希望しますと書いてありますので、はい。ええ ステッカーこちらで販売しておりましたら300円なんですがもういいですもうどうぞ、えー、お送りいたしますので楽しみにお待ちくださいませ昨日ご紹介した方のところには、えー、明日届け今日あの出しますんで明日には届くかなとは思いますがはい。

うん、えっあ違うな。えー、これは今朝の一枚のやつですね。えー、っと、お便りは郵便番号530-0041大阪市北区天神橋6-4-14てんこ盛りスタジオのお、まあ、それぞれの かかそれぞれの係というか、えー、お便りをお待ちしております。あのはがきに限定いたします長文のお手紙を書いてこられましてもちょっと処理しきれませんしまあまあメールも頂い,いたりもしてたりとか何かいろんな形であの直接言ってこられる方もあるんですがすいません。もうそれいくつ,いくつ対応してると私もあの 会社の仕事ができませんので、えー、そこは勘弁してくださいませ。なんかいろんなところから言いたいことがあるんでしょう。どうぞあのご自身のご,ご自身のところであの勝,手に勝手に発信していてください。私にぶつけてこないでください、えー。あなたの主張はあなたのチャンネルで勝手にやってください。私は私で勝手にやっておりますんで。で、そ,の、ま、あのそれ以外。 みんなで楽しめるようなあ普通のお便りは募集しておりますのでどうぞこれはあの「はが限定」お「はんがき」「はって言って昔ね通行さんが言ってありました「はんでお願いをいたしますでは朝日新聞を買ってきております9時29分本日の朝刊チェックヘッドラインです 4年前の7月、京都アニメーション本社がガソリンをまかれ放火されて36人が亡くなった放火殺人事件で、逮捕された男の初公判が昨日京都地方裁判所で開かれ、被告は起訴内容を認め、やりすぎだったと身勝手なことを言っていました。懸命命のの治療を受けて男の命が助かったことも また弁護側が心神喪失で無罪を主張していることも日本のあるべき姿として受け入れましょうアメリカ MGM 社と日本のオリックスを儲けさせるための大阪・博打場事業維新が責任政党の大阪府と大阪市は開業時期を2030年にずらしはするものの 強行突破をを図ることを承認しましまた初期投資は1兆800億円の想定から1兆2700億円に上振れしています岸田総理大臣は外交しかポイントを稼げないと考え昨日からインドネシアを訪問 ASEAN アア首脳会議に出席しますその後 G20 のためインドへ 木原官房副長官がこの外遊に同行しているのかどうか岸田総理をと共に旅立った朝日新聞官邸版の木原記者は全くそのことには触れていません報道の自由を満喫していらっしゃいます北朝鮮の金正恩総書記が近くロシアを訪問する計画があるとニューヨーク・タイムズが報じました モスクワではなくウラジオストクで開かれる東方経済フォーラムに参加するということで信頼できない飛行機に乗って撃ち落とされるのではなくまた列車移動する気なんでしょう <music> ところで人民が飢えているのは北朝鮮だけではないようです総務省が昨日発表した7月の家計調査によりますと 消費支出は去年より5.0%も減りました食費については10か月連続で下落しています切り詰めないとやっていけない人たちの声は岸田内閣に届くことはありません一方中国による日本の水産物全面禁輸を受けホタテやナマコの値段が下がっていると水産庁の聞き取り調査で分かりました 汚染処理水の安全性については両論ありますが、漁業者などへの1000億円以上の支出、つまり税金は、海洋放出がきっかけであったのは事実です。ビッグモーターの店の前の街路樹が枯らされていた問題で、東京都は都内の旧店舗について、器物破損の疑いで警視庁に被害届を出し、 警視庁はこれを受理しました神宮外苑の森を切り倒そうとしている三井不動産について小池知事はだんまりを決め込んでいますまた安田種男さん不審死再捜査の上申書が出されても警察は動いていません福岡の FM 局クロス FM を ホリエモンが買収していたことがわかりましたぬるっと引き継いだのだそうでラジオ局なんてそのぐらいの金で買えますよということですねでも儲かりませんよ滝沢ガレソさんによりますとジャニー北川の性犯罪を報じてこなかったテレビ局が軒並み真摯に反省したふりをしていますがダブルスタンダードをやめて 能年レナさんを地上波テレビに出演させるべきだと提案していますその通りと在津一郎さんは言うでしょう阪神また勝っています中日に8対2広島が頑張りましたマジックは一つ減っています後ほど一問一答を以上9月6日の水曜日朝刊チェックヘッドラインでした 時刻は9時34分でございます、えー、今日は今どのぐらいの方にご覧いただいておりますでしょうかあ一1179では1178から1188になりました1188億人もの方にご覧いただいておりますありがとうございますポチッと高評価がまだ212となっておりますのではい今押してください高評価ポチッ213ポチッ 216ポチ意地でも幼い人が大勢いらっしゃいますポチッと高評価をお願いいたします238はい上がっていっておりますお願いしますさてねまだラジオやってた時でした日はニの家事黒煙を上げておりました 炎が出ていました。逃げ惑ってはりました。36人も亡くなりましたうーん。生き残った人も何十回も手術をされているという方がいらっしゃいます。京都アニメーション第1スタジオに放火し、社員70人を殺害しようとし、36人を殺害したなどとしまして、殺人。 現住建造物等放火などの罪に問われました青葉真司被告の裁判員裁判初公判が昨日京都地方裁判所で開かれました被告は私がしたことに間違いありませんこんなにたくさんの人が亡くなるとは思っていませんでしたやりすぎだったと思っていますと起訴内容を認めました 一方、弁護側は、心神喪失で無罪であると主張しております。えー、細かい供述の内容ですね、えー、被告の話の前に、まずまあ、なんとかこの被告の命を助けようとしたっていうことが、まあ、割り切れなさは当然あるかと思います。うー死刑制度がある以上 まあ彼はおそらく死刑になりますよね。うん、でい、そのこと、それ,をそれはしかし彼の、彼の命を助けないことには、なぜこういう犯行が起きたのかということが残らない、伝わらない、遺族や被害者に伝わらないということから、懸命な治療が行われ、まあ本当に死の淵から戻ってきたわけですね。うん、この 主治医はじめ、えー、医療関係者の人たち、えー、振り返ってありましたもんね、なんでこいつを連れてくるんだというふうには誰もスタッフは言わなかったと、うん、目の前にある命をどう救うのかということは、医療者としての、えー、当然のことというふうにみんな考えていたと、でエキスパートたちが彼の命を救いました。 そこに割り切れなさがあるのは当然なんですがしかしそのことは認めましょうよそして弁護士がついています刑事裁判をする上で弁護士がいてまあ誰もつく人がいないのだったらそこでえー、国選の弁護人がつき税金を使ってでも被告の立場に立って少しでも少しでも経を軽くしてもらうため 今回の場合は起訴事実は認めておりますので,で、まあ、もちろん責任能力があると判断されて裁判が始まっているわけですが、えー、それを心神喪失で無罪あるいは心神耗弱で減刑ということを求める弁護士もつくんだということもこれも割り切れない思いがするかもしれませんがこの国の日本のあるべき姿としてそういう立場の人はいるのだということ。 こ一方で一方でじゃあまあ官邸が今何をやってるんだと警察庁が何をやってるんだ警視庁が何をやってるんだそれはありますそれはありますがそれ,それはそれはそれこれはこれなのでここで僕たちが青葉真司に言葉の意思を投げたところですっ、えー、とすんのは あなただけなので、それはやめましょうということですね。その上で、今日は社会面に細かいことが書いてあります。あのやっぱり、ね、新聞で読むと、うん、ちょっとまあマイルドにはなってるんですね、えー。週刊誌とかでが書いてくれていることの方がより生々しくなりますが、うん。 両親の離婚や虐待の影響で疑り深い性格になりましたえ実はまあ月曜日に児童虐待の連鎖を防ぐ活動をされている方がご相談にと来られまして、えー、なんやかんや2時間半ぐらいお話しさせていただきましたかね、えー、そういう活動を一生懸命されている方に敬意を表しつつ 今の時代に合ったやり方っていうのを考えないといけませんよねと、うん、そういう施設へ行ってお話をするということも大事だしまあ変な話とか、えー、町や新大久保の駅のところで立ちんぼやってる女の子らがいっぱいいるわけで,でそんな子らがみんながみんなっていうことじゃないですがあ虐待とかそういう家庭の問題があって。 えー、それをきっかけに売春をしているっていう子らもいますよねと例えばまあそういうことをどう,かどう考えますかねとかまあいろんなお話をさせていただきましたこの青葉被告についても両親の離婚しかしまあ離婚してる人なんて山ほどいるわけですから虐待も受けました疑い深い性格になりましたそれは不幸なことですが定時制高校を卒業後8年間働いたコンビニ同僚から仕事を押し付けられたと感じて辞めていす ししまいました、まあ、これもその生育環境ともちろん影響しているのでしょうが仕事を押し付けられることなんてそはどんな組織でもあります女性への暴行で有罪判決確か3年6ヶ月でしたっけはい前科がつきましたその後就職しましたが人間関係がうまくいかず無職に職場で人間関係がうまくいかない人なんて5万と言いますしまあ自分の責任とはいえ 出所してきた人がある意味色眼鏡をかけてまあ、それに耐えて構成している人たちも大勢いるわけですその頃京都アニメーションの作品に感銘を受けましたそこに光を見出したわけですね京和2の女性監督に憧れを抱くようになりとまあこの辺りが実名とかが出てくるといろいろと憶測を読んだりしてしまうからこの辺りが えー、その遺族の希望で被害者19人が匿名になったりしているっていうところとも結びつきます、えー、司法としてそれはいいのかという声もありますがしかし勝手に逆恨みされた人たちですから、まあ、そこは、えー、被害者遺族の気持ちになってあげたらなと僕はまあ思いますその憧れからライトノベルの小説家を目指しました 大きな光を多分見たのでしょうしかし自分の小説に満足できず何度も書き直す、まあ、これはきっと多くの小説家がやっていることでしょう原稿用紙を破り捨てワードのファイルを消去しへそういったことはみんなやってると思いますそれをまあ遂行というわけですけれど人生を悲観しました 2012年コンビニ強盗事件を起こし取り調べで2008年秋葉原の無差別殺傷事件を挙げて同じ心境だと述べていました懲役刑を受けまして服役中精神疾患があると診断されました小説を書きため出所する際アンケートに目標は作家デビューだと記したそうですししかし憧れの存在が 恨みの対象へと変わる出来事がありました出所後書き溜めていたアイデアを元に完成させていた小説10年かけた渾身の力作として京アニのコンクールに長編短編応募しましたが落選しました落選するほどが多いわけですアナウンサーになりたいと思う人よりもなれなかった人の方が100倍も1000倍も多いわけです検察は側は 金似党を落選させられ、小説の間を盗まれたと考えるようになったと指摘。共和にという会社、そしてこの女性監督への恨みを募らせるようになったのだと、その背景を検察は主張しています。事件の1ヶ月前、2019年6月、自宅にある埼玉市の大宮駅で無差別殺人を計画。包丁6本を持って出向きましたが、諦めたと。 ここで犯行を起こしていたらまた別の誰かが傷つけられ殺されていたのでしょうおそらくすぐに捕まるでしょうけれどしかしまあ逆に言うと京アニで殺された人たちは殺されていなかったとも言えるわけでこういった事実の一つ一つがあ胸痛む話ですよ、ね、しかししかしそれを明らかにするのが裁判ですそして事件は起きました 埼玉市の自宅を出たのが事件の3日前自分の人生がうまくいかないのは京アニア女性監督のせいであると妄想他の社員も連帯責任であると包丁6本を持っていきました事件の15分前実行するかどうかをためらったそこでためらってくれればよかったんですが自分は全て失ったのにと犯行を決意 しました弁護側は冒頭陳述「青葉さんにとって起こすしかない事件であった」「人生をもてあそぶ闇の人物への対抗手段反撃であったのだ」と言っています。「中学時代人のいない道を選んで通学していました人がいると話しかけられたり寄って来られたりすることがあったから」と。 まあこれ全然違いますが私高校へ通う時新長田の駅から男の足で20分女の子は30分ぐらいかけて歩いてたところを12分ぐらいで早足で歩いていました別に恐怖のお選手になろうとしていたわけでもありませんし誰かと一緒に歩いていくつるんでいくということが苦手だったんですねだから声かけることもできないような速さで 歩いてて行ってました、まあ親父が入院してとか何とかもういろんなことを聞かれたりするのが嫌やった寂しい自分の気持ちがあったんだろうなと思いますが、えー、もちろん彼のような生い立ちなわけではなく愛情をいっぱい受けて育ってここまですくすくなったんですけれどでもまあそんなことはありますわな事件に至った被告の心理状況について女性の 女性監督のブログの書き込みで自分が送った小説のアイデアがかけられていたと闇の人物と京アニが一体となって自分に嫌がらせをしているというふうな妄想に陥っていたのだというふうに言っています。ささててここでその弁護側がアボ青葉さんと言っています実は被害者の、えー、ご主人 がインタビューにあれはカンテレでしたかねどこでしたかね ABC でしたかねええさん付けあ ABC か ABC やからえっとうん「報道ステーション」でも取り上げてましたよね昨日の晩ねさん付けで言ってましたでそれはなぜなんですかと若い女性記者が被害者の夫京アニで働いていた奥さんを失ったご主人に聞いたら まだ小さい息子さんなんですけど息子に青葉さんのことを恨んで生きていってほしくないからだと言っていたそうです、まあ、それを聞いてすごく強いんだなと思うこととそう強く思わなければならないご主人の心境に胸痛みましたねえー、お母さんを青葉さんに殺されてしまったから僕はこんなに不幸なんだと思ってほしくないと 自分の夢に向かって強く生きていってほしいんだとだから、青葉さんと言っているんだという風に言ってましたね。まあ、そういう思いは最終的に死刑になるんでしょうけれど、青葉さんのもとに被害者から聞きたいというまあ、そういうのがありますんでね。来年の1月には判決が出るようですが。 裁判の過程でぶつける機会というのは作ってあげてほしいなというふうに思います今日の一面トップはいずれも共和に放火殺人事件について社会面も含めて大きく取り上げております時刻は9時49分ですおっと先ほどにあのスパチャをしていただいております ミントアロハさんありがとうございます。スパチャ誠にありがとうございます。なんとドルでございますんで、ドルというのは今、今円は安くなっておりますんで、はい、スパチャ、ファンキュー、ベリーマッチでございます。10ドルも頂戴いたしました。これがね、円高の時だったら850円にしかならないところが今なんと1ドル145円を超えておりますか。 まあ,あの Google さんに抜かれますけれどありがとうございますはい、えー、ドルで頂戴いたしましたありがとうございましたさて続いてのニュースでございます、えー、まあ昨日もお伝えしましたバクチバの話でございますアメリカ MGM 社そして日本でいうとオリックスもうここはね えー、東京の外縁の、うん、三井不動産じゃないですが、まあ、オリックスファンの皆さんには大変恐縮でございますけれどオリックスという会社が何をやっていってるのかということで、えーまあ、金儲けは用意してはると思いますし、まあ、その球団を持つということでの社会貢献はされているんでしょうけれど、えー、特に大阪ですね、このバクチバだけじゃなくて。 いろんなところで、自分らの都合の栄養にやってはりますよ。もうそれはオリックス関係の人が一番よう分かってはりますよね。ねえ、そうでしょ儲か,儲かってまっかまあ多分オリックスの人に儲か,儲かりまっかって言ったら、ぼちぼちでんなーって多分言い張ると思いますわ。ぼちぼちでんなーって言い反応のは、もう潰れそうやけど、そのことを黙っとこうと思う会社か、めっちゃ儲かってるか、どっちかですよね。えー アメリカ MGM もやってままいりますバクチバ事業、えー、2030年に開業時期をずらすということは昨日お伝えいたしました維新がやりたくてやりたくて仕方がないわけであります万博をやりたくてやりたくて仕方がなかったのも維新でございますバクチバを作りたくて作りたくて仕方がないのも維新でございますそれは維新が作りたいのか維新のバックについているオリックスがやりたいのか さあ、どちらでしょうはい、正解は1番でございますね。えー、何でもこの3択の問題は、正解は1番になると、浜村先生に私は教えていただいております。えー、でいしょうん、だからまあ、そういう構造だと思って見といた方がいいかと思います。強行突破でございます。さまざまな問題があります。国が許可を出す上において、 えー、必要な、あのーうん、ギャンブル依存症対策ですね、まあ、こんなんね、えー、絶対的なもんじゃなくって、なんとなくイメージのもんですから、こうやってやってる、やってる、やってるって、いや、それで OK ですになるんでしょうけれども、ですね、うん、問題はもうそこじゃないですからね、えー、初期投資、事業者側の負担が1兆800億円から1兆2700億円になる。 これはまあ資,が資材の高騰など含めてまあだからまあもっともっと上がるかもしれないじゃあ逆に考えてください1兆2兆お豆腐やないんですけどそのぐらいの金出しても回収できるでっていう伏線回収ができるという物語がちゃんと書かれているわけですねドラマならば第1話で登場したあの人が最終話でなんとこんなところに出てくるのかと あるいは一度も出てこなかった人が9話10話に出てきて伏線を回収していくっていうのはとてもドラマとしては楽しいですが1兆円2兆円かけてもちゃんとジェジェコはもらえますよそれは税金からそして国民から入場料も取ります博打をやって博打場が営業赤字になるはずがありませんそうですねええー そらもうシャンパン飲んでもらおうが何しようがその分全部バクチに入っているわけでありますからスイートルームにただで止めようが何しようがそら一晩で1億2億負けていただきましたらいいお客さんでございますね。1兆2兆かけても儲かる商売をわざわざ税金つこって維新が MGM とオリックスにやらそうとしている というこの金の流れどっかでお金がふん詰まりになることはないですよね回る回るよう時代は回るお金も回るようになっているわけでありますそのお金の出どころは我々の側にあるということでございますどうぞご注意ください9時54分です 岸田総理大臣、もう政府専用機、使い放題、サブスクリプションでございますね。ええー。まあ、一回行ったら、それは億単位のお金が飛んでいくんでしょうが、ASEAN アア首脳会議、大事です。大事です。インドネシア、そしてインドで G20、これも大事です。ひょっとしたら、中国の首脳と手打ちができるかもしれない。それは言ってもらわなきませんね。 ようやく支持率が上向きになっていると勘違いしてはるのでしょう昨日旅立ちましてもうすでにインドネシアには到着をしておりますさてそこに木原官房副長官が同行しているのでありましょうかちなみに首相同棲を見ますと昨日は悩ま合がありませんでしたこのところまあ僕はまあ留任というのはまさかと思っておりましたがもう本当によく木原さんの名前は首相同棲に出てまいりますので 普通に仕事してはったんですね、えー、だから行ってるんですか行ってないんですかあのー、ちゃんとあのここ名前があって登院してたらこうボタンを押したらライトつくみたいなどんなんなってんのか。 アナウンサー室も、ね、ずらっと名札並んでて赤のプレートをひっくり返したら「はい出社してきましたよ帰るときは、まあ、ひっくり返してでその下に白板書いてて、えー、アルファスタジオとか、はい、報道テレビ報道とかラジオ報道とか、えーえー、西宮球場もう,なもうないですか大阪球場あもうこれもないですね、えー、藤井寺球場これもないですね日星球場とか、まあ、そんなん書いてたわけですけど。 えー、木原さんは一体どこにいるんでしょうか磯崎さんを連れて行ってんのか木原さんを連れて行ってんのかひょっとすると今回も木原さんを連れて行ってんのかもしれませんしかし朝日新聞の木原記者鬼原と書く鑑定版であります佐藤誠さんの記者会見を「週刊文春」が主導してやったことに対して怒り浸透でしたはいもうマツコさんがそこに出てきてテレビ番組でやるのかと思うぐらい怒り浸透の ツイートをしてはりましたが、この鬼原、木原、記者の名前を私、先ほど見つけました。はい、総理大臣と一緒に、まあ、同じ飛行機なのか、もう1機、予備機を飛ばしておりますので、そっちに乗ってんのか知りません、朝日新聞がお金を払っているとはいえ、ついていってますわ、うーん、聞かないんでしょうね、あの、朝日新聞の木原と申しますが、木原さん。 あの読み方が同じなんで、そのよしみでちょっと話聞かせてもらえますかと言ってないんでしょうね、えー、そして岸田さんが言うことを、ペーパーを事前にもらって、そのペーパーを簡単にまとめて、えー、そんなんもう別にわざわざ行かなくたって、東京で外務省が、あるいは官邸がすぐに発表してくれるんですけど、何のためについていくんでしょうか。 お、はい美味しいインドネシア料理やインド料理を食べに行ってはるんでしょうか報道しない自由を満喫している今日冒頭、えー、天聖人悟があまともなことを書いているんだけどその朝日新聞がキアラ問題文春法を全く触れないでいるということの奮藩ぶりをコモさんが血圧を上げながらお話をいたしました途中から生配信をご覧の方はぜひまた テープを巻き戻して頭からご覧いただければと思います岸田さんしばらく外遊中そして帰ってきたら内閣改造という流れでございます9時58分です、えー、朝日新聞3面北朝鮮の金正恩総書記が近くロシアを訪問する計画があるとニューヨークタイムズが報じましたアメリカ政府高官の話ですか えー、アメリカにも朝日新聞をはじめ各局各新聞特派員を置いております取材力はどんどんと落ちていってるんだと思いますはい、えー、抜かれたということですねスクープ抜かれたということですねええー、そのまま書いてありますウラジオストックで開かれます東方経済フォーラムに参加するのだということです えー、キム・ジョンウンさんは飛行機怖くてよう乗らないですね、まああのえー、トランプさんと会うときは、もうそら列,車で行けない列車で海底トンネル行けないので、飛行機乗って行きはりましたけれど、撃ち落とされるかもしれませんしね、何より自分のところの航空会社が信じられへんのかもしれません。いつも列車で大名旅行、大名行列のように行ってはります、ウラジオストックですから、えー、列車で行けますわな。うん その場でプーチンさんはキム総書記につきまして、えー、砲弾や対戦車兵器をロシアに提供するよう求めているということです。ウクライナとの戦侵略戦争を続けるために北朝鮮という貧しい国から援助をしてもらおうということです。 いいるととうことですペスコフ大統領報道官、ロシアであります。確認はできない、この件については何も話さない、何も足さない、何も引かない、何も話さない、否定をしておりませんということでございます。時時刻は10時になりりまましたさてて、えー、北朝鮮人民がが植えておりますが 日本もそうでございます総務省が昨日発表いたしました7月の家計調査消費支出が去年の7月に比べて0.5%も減っております、まあ、賃金は若干上がった人もいらっしゃるかとは思いますが物価上昇に追いついていっておりません電気代が上がりますガス代があります、ねえー、ガソリン代も上がっております そんな中切り詰めていかなければなりません食品については確か2.8%の減少10ヶ月連続で食べるもんを減らしていっています民のかまどに煙が上がっているのか天守閣からそれを、ね、大名は見てないといけません、まあ、時々、えー、子ども食堂なんかに行ったふりをやってる缶を 出している岸田総理でございますがこのように厳密に数字となってエビデンスとなって国民が切り詰めていっているのだということをどれだけ分かっているのでありましょうか分かっていないわけでありますね。ちななみに消費税税らぬ売上税の えー、誤解させられているというお話につきましては昨日、えー、とこのナレーションを終えまして福島から、えー、梅田へ戻る最中20分ほど歩きながらお話をさせていただきましたまあ歩きながらの話だったんで分かりにくいところもあったかもしれません、まあ、インボイスが始まるということと、えー、その納税の義務ということについてはまああの僕はまあ堀右衛門とはまた違う意味で うんそれはまあもう前から決まってた話でもあるので、えー、インボイスそのものに反対ということでは僕はまあないんですけれどただ消費税というものが消費税として消費者が負担しているものではなく事業者の売上税であるのだと内税でなんぼって書いてあるのはあれはで内税にせなあかんと言われましたからね昔は内税でも外税も。えー ど,どちらでも選べたんですが、今、レシートには内税でしか、か税込みの価格をちゃんと書か,かへんかったらあかんということになっているのは、財務審理教による国民のタックスペイヤーである、我々の洗脳、プロパガンダであるのだということですよね。それはもう何十年も前からそうである、法律も判例も、消費税は消費者が負担しているのではないと。 いいうことを言っているで疫税なんですが、まあ、要は税金を納めなくていいという権利を与えられている人たち、えー、まあ弱い立場それほど稼いでいるわけではない人たちからも税金を取りますよという話なんで税金を取るかどうやへんかという話については僕は、まあ、ああ取ると言われたらまず取るということなんだろうなとは思いますがただ消費者からお金を預かって いいるのだという誤解をさせているという国えこのやり口そして僕もまんまと引っかかっていたまだいまだに堀エモ門や橋本徹は引っかかったままである、えー、この人たちはバカだなと思うことと自分もバカだったなと思うことと国はずるいなと思うということ、えー、これはお話をしておきます法訂正というタイトルで昨日 えー、20分ほどの動画を上げておりますのでよろしければそちらもご覧ください時刻は10時4分です、えー、一方中国によります日本の水産物全面禁輸を受けましてホタテやナマコの値段が下がっていますよと水産庁が聞き取り調査を行いましたすぐにこういうことをやるのはいいことだと思いますしかもこれを公のところ帝国データバンクとか東京商工リサーチではなく水産庁がやってくれて おりますあの統計をちゃんと出すというのは本当に行政の非常に大事なお話でありまして仕事でありまして、えー、まだまだまだ皆さんにお見せできないんですが大阪の市長だった池上四郎という人があ大阪市でですね幹線、まあの市長だったんですけど、えー、中流を作ろうとして、えー、貧しい人を中流にしていくのだということをやっていく中で えー、ちゃんとと調査が必要であるとそんなんまだ、ね、字も、えー、数字も書かれへんような人たちもいる水上生活者も多かった中で国勢調査をやって、えー、ちゃんと公のところが数字を出すその数字をもとに何をしていくのかを決めるんだっていう話、えー、そういうことの大事さについて触れてる部分があります今僕が作ってるあの動画なんですけどもうちょっと。 いいろろあって半年ほど止まってたんですけど最終仕上げにこれから入りますのでいずれ皆さんに見ていただきます今の維新の政治家自民党の政治家たちに対して内務省出身なんですけれど池上志郎という会津若松から出てきた人が姿勢を貫き清廉潔白な生き方をして市長として活躍をし大大阪をつくる関市長の 時に花開く土台を作ったのだということにつきましてはいずれご覧いただきます話を戻します東京電力福島第一原発の汚染処理水海洋放出で中国が日本の水産物を全面禁輸したことを受けまして水産事業者向けの支援策を進めるため予備費207億円を閣議決定800億円ほど出しておりましたので1000億円を超えることになりましたホタテの取引価格は7月の 中下旬に百九十五円だったものが、八月には百七十三円に下落しております。ナマコの取引価格、去年四千五百円だったものが、八月頃には四千円に。下落しております。中国向けのクロマグロ養殖、これを国内向けに切り替えたところ、取引価格が一割ほど下がりました。ブリの養殖。 今年最高値1,400円でしたが最近は900円台に下がっております。ヒラメにつきましては福島変わっておりません2,000円から2,600円これ変わっていないんだそうです。なるほど。まあさまざまな結果が出ております。で、えー、その水の安全性についてはもう多分不毛な議論というか安全だという人は安全だと。 こ,れをこ,のこのデータもちゃんとあるのに何を言ってるんだそれをしかも水で薄めて海水という大きな大きな大きなプールに入れるんだから、えー、浴槽にバスクリーン入れるのと同じように言うなんて何なんだと青ちゃうかと言っております。 一方、危険だという人たちはいやいや、他にもいっぱい各種があってトリチウムだけじゃないんじゃないかと、何を君たち、えー、国が安全だ安全だというものを信じて水俣病はどうだったんだと、えー、いうことを言っております。もうこれはもう交わるところのない話でありますが、一方、この1000億円余りのお金が出ていきます、それはもう超単位で廃炉をしていく、そんな30年や40年では進みません。 我々の目の黒いうちどころの話か何世代にもわたって福島第一原発を処理していく廃炉していくためには石棺にするとかっていうことに切り替わる時があるのかもしれませんがえ時間がかかるでしょうその間に多額の税金含めてえ電気代含めて我々のお金がそこに消えていくわけですがそれに加えて今回 目先のこの1,000億円というのも中国がまあ嫌がらせをして水産物の全面禁輸をしたということではもちろんあるんですけれどしかし日本の国が決めたこと岸田さんが決めた海洋放出やるんだと言ってまあいろんな段取りも踏んでたんでしょうが踏み切れていなかった段取りがあって中国が全面禁輸をしそれによって1,000億円というお金が 無駄に出ていき、その額が今後ますます増えるであろうということだけは、ちくりと一言言わしておいていただきます。10時9分から10分になろうとしています。さて、小さな記事ですが、えー、新聞を読んでいると、この記事を読んでと私に訴えかけてまいります。えー、第三者会面でした。 いたかはいパッと見まして第三者界面どこに目がいきますかはい私が目がいったのはここです小さな記事でございます上の方には辺野古判決どう見る熊の被害が最悪ペース宿泊拒否国がガイドライン原案などなど そしてて下には共和人事件後半冒頭陳述の用紙が出ておりますビッグモーターと損保ジャパン金融庁立ち入り通知の下に小さな記事車を売るならビッグモーターの店舗前で街路樹が枯れるなどした問題で東京都が昨日都道沿いの都内旧店舗について器物破損容疑で警視庁に被害届を提出し受理されたと発表しました。 土壌調査で除草剤の成分が検出されていた、まあ、全国各地でこのようなことが行われていたのでしょう、えー、そしてビッグモーターが、まあ、潰れていくのかもしれませんけれど、えー、この件についても責任を問われるそれはそうでしょうただただはい東京都さんビッグモーターのお店 そうですね 100m、150m、150街路樹が枯れていきましたか、それによって展示している車が、より走っている車から見えやすいようにしていたのであろうと思われます。ただただゴミ拾いをして、枝ぶりのやつをこう切って、剪定してという、そういう話ではありませんよね。うん、無茶なこととをしていたと思いたた思ますただ東京都様 小池東京都知事様100年にわたって築いてきました外苑神宮外苑の森を今切っていこうとしているそれは一体どこのドイツでございましょうかドイツ、はいドイツの声ドイツチェヴェレね BCL で聞いておりましたね、えー、どこのドイツかといいますと三井不動産でございます天下の三井でございます はい、オリックスが大阪を中ゅそして三井は全国を中ゅううん東京とちゅうですねえー、すごい100年にわたって育ってきた外園の緑を今切っていこうとしておりますそのことに何か言わないんですかしたことないんですかいやそれは。 事業者と、えー、明治神宮のお考えになることではございませんかと、はい、さすがカイロ大学出席卒業という嘘を池けしゃあしゃあと言っている小池百合子様でございますね。はい。しかし、よく考えてみてください、三井不動産は何十年もかけて、えー、明治神宮というものを乗っ取りました。はい。子に 会長でですすかとなってるわけですねそれはもう何十年にもわたる営業努力の結果でございますから明治神宮はコロッとやられてしまいましたオッケーですと言っております明治神宮もオッケーと言って三井不動産がオッケーって言ってるんだったら反対する人は誰ですかはいもう今や桑田佳祐さんたちしかいないですよねうん反対しながら亡くなっていく人もあります さあどうするんですかと、まあ、ちくりとここも一言、除草剤を巻いておかなければですね、私の気が収まりませんね、ちっちゃなちっちゃな記事ですが、そして一方、警視庁は東京都から被害届を出されまして、はい、すぐ受理しました。すごいですね、ええ、もう即受理ですね、もう上の受理ですね、ええ。 いやまあ、ジュリーしかおってないですがもうジューリーっていうぐらいですねキ、えー、キリンさんが出てきますな、えー、時々昭和のことなどをちらりと入れながらですねうん大塚警察署再捜査をしましたそして警視庁の殺人事件のレジェンド刑事である佐藤誠さんも出てまいりましたがしかし一向に再捜査動くつもりはございません。 佐藤誠さんの身辺を一生懸命調べてお金の流れが何か捕まえられへんかなというところには人を出をかけておりますけれどもそして行動確認もきっとしているんでしょう携帯の履歴も全部筒抜けになっているそうでございますがそんなところにはマンパワーをかけますし今回の被害届もすぐに受理しておりますが。 安田種男さんのお父さんお姉さんたちお母さんの気持ちに応える気は全くないのが警視庁そして神宮の森が消えていくのにも何ら関心を示さないのが東京都の小池知事このちっちゃな記事には世の中の大きな矛盾が書かれております時刻は10時16分になろうとしています 堀エモ門につきましては、まああの、先ほども申し上げました、消費税の,その免税業者、疫税の問題で、えーまああ、苦しんでいる人たちが署名をするっていうのを、こいつら青ちゃうかと、まあ、言っておりました。うーん、うん、そうですね。まあまあ、消費税の性格ということにつきましては、私が誤報を訂正をしております。そのお金持ちの堀エモ門でございます。 まあ昔日本放送を買ったこともありましたから2回目ですよと言,言ってあります福岡にございますクロス FM というところを買収したそうでございますやっぱり DHC だねって確か DHC があのー、資本持ってはったかどうかまあうん要は FM の FM 東京ネットワークの JFN こっちで言うと FM 大阪とか FM 愛知とか昔ね FM ファンとか FM レコパルとか、えー、そんなん買っておりました2週間に1回ねどの番組でどんな曲が放送されるのかエアチェックするために、えー、買っておりましたですよねそんな JFN ネットワークとは別にもう1曲、まあ、地域によっては3曲大阪は3曲目はやっていけなくなって802が買収したわけでありますけれどそういう クロセフェムというのは1曲目ではないところですだからまあまあそういう経営で言うたらしんどいのかもしれませんね、えー、それを勝ったんだそうですまだ記者会見する場じゃないんだけど、うん、ぬるっとぬるっと引き継引きついたんですって言って言ってあります、まあ、皆さんラジオというと、まあ、まあテレビほどではないけれどすごく儲かってる まあまあもう買ってない、もう買ってる、うん、すごい、すごい会社だと、勝手に、まあ、局穴というものが勝手にゲタを廃かかしてもらってるのと同じようにですね、そこには放送局のヒエラルキーみたいなのがあって、まさケーブルテレビがあったり、いろいろですけれど、コミュニティ FM があったり、ね、コミュニティ FM はもう今どんどん潰れていってますわね。で、まあ、ラジオ局っていうと、それなりにすごいと思われるかもしれませんが、 あどうですかね、えー、社員数でいうと、まあ、局にもよりますけど、30人とかいうぐらいです。まあ、もちろん、その中で働いている人、安月給で働かされているスタッフが大勢いますけれど、社員の数でいうと、30人ぐらいの会社なんてもう山ほどあるでしょ。ね、え売上で言ったったて えー、も下がってきてましてね、それも10億以上あるようなところなんて、えー、ね、ま、まあ、万丈相が今、何んで出会ってるのか知ってますけど、<laughs> まあまあ、あえて言いませんけど、えー、そんなもんですわ、うん、う10億の下の方ですわ。だから、あのもし買いたいって言ったら、えーまあ、初回980円では売ってませんけども、 えー、電話かけてもらったら初回無料お試しセットもいきませんけど、まあ、そんんなななびっくりすするよよう金額じゃないんですよだからもっとなんかみんなすご,すごいと多分きっと思ってあると思いますし、まあ、もちろんその外資の規制があったりとかいろんな問題があって普通の会社の売り買いとは違いますけれども免許制度免許を持ってないと商売にならへんところではありますが多分リ右モンにとっては自分の持ってる資産からすると。 じゃあ買うっていう <laughs> 買っちゃおうかみたいなあまあ僕らがフェラーリ買うって言ったらねちょっとええってなりますけどこの間もお会いしたゼリーさん何台も車持ってはって、えー、ポルシェの、えー、911なんとかでしたっけそれが年末には来るいう話をあの <laughs> すごく楽しくされてたのをお聞きしましてああこんな人らがポルシェ乗ってはんねやと思ってねええー 100m、100ね、加速して、ゼロから加速して 100m、2. 何秒へ行ってましたからね、<laughs> あの、カール・ルイス君もびっくりですよね、もう世界陸上やってられませんよね、えー、ちょっとアクセル踏んだら、2秒ちょっとで、普通の車ですよ、別にその。 え鈴鹿やなんやで走る車じゃなくて普通に公道走る車なんですけどびっくりしますよねだからアクセル踏んのほんまに小さな感じでってましたもう ETC のとこ通るのにあるいは ETC のとこ通って一旦二十2 0まで落としたところでポンと踏んだらビーンっていってしまうんでもうあそしたらもう全然あのフルであの。 踏んだことないですよねアクセルってそりゃそうですよとそれはアウトバーンで、ね、制限不足のなしでやったら別ですけど、えー、スピードメーターが350キロまでついてるとかっていうそんなやつですからねあそれやったらそれやったら僕ちょっと紹介しますから普通の空港は借りられへんけど民間でやってる空港とかあるんでそこの滑走路を借りて飛行機降りてききひんようにして1回思いっきり吹かしてみたらどうですかって言ったんですけど。 まあ,あるいろいろ大子の空港とかね、そういう,そう民間でやってるところがね、本田エアポートとかね、でもそんなとこね、滑走路ね、600メーターとか800メーターしかないんですよ、100メーター2秒なんぼで行ったら、端から端まであっという間についてしまうんで、ああ、こんな車、顔しておんねんな、ブレーキもよう効くんですよって言ってましたね、そりゃそうですよね、350キロ出すような車やから、止めるとき、ちゃんと止まれへんかったんから。ら ブレーキもセラミックブレーキでびっくりするほどすぐ止まるって言ってましたねすぐすぐ 100m 行って1 0 0キロ2 0 0キロ3 0 0キロ出して止めよう思ったらピュッとブレーキ踏んだらピュッと止まるって言ってあぶのでしゃーないですよね何の話でしたっけえー、あそうそうそうだから,だからまあまあお金持ちの人からしたらまあラジオ局ぐらいあの安いもんやというぐらいのもんですわうん だからと言ってだからでも世の中にまあそんなお金持ちなんぼでもいますんで多分そのポルシェちょっと散歩の途中でポルシェあの売ってたから注文しましたわとま最大2年かかると言われてたんだけどっていうような人は私何にもしてますんでええあのそういう人から,からしたらラジオ局の1局ぐらい。 もう本当お小遣いで買えるぐらいのもんですわ。偉そうにあ,あ,い,つらあいつらってごめんなさいしててもあのそのお金持ちからしたらもうちょっと小遣いで買えるわっていうぐらいの会社なんですよ。ただ問題はそんな儲からへんやろなって <laughs> より儲からなくなってるよっていう話ですから浜村さんが終わった後どうすんねんっていう話ですから、まあ、頑張ってくれはんのやと思いますけどね頑張ったらいいなと思ってますし本当ですよ、本当に思ってますからね頑張ってくださいって僕は心から思ってますからね。はい 応援してますよ。関係ないけど応援はしてますけど、まあ、からないようにはなっていってますわね。で、まあ、リエモンがこのクロス FM を買って、うーん、そうですね、えー、と、通販の会社が北海道の2曲目の FM なんでしたっけ、そこを買ったのもありますよね。えま、ー、だからオーナーが変わったら、そりやり方変わる。で、しかもまあ、JFN、え、のー、全国ネットで、うん のでだいぶ抑えられるんじゃなくてもうちょっとフレキシブルな編成ができるからまあホリエモンラジオとしてなんか市販のかもしれない、うんえー、特定の層に特定のメッセージを送るには FM っていうのはいいと思うよみたいなことを言っていました、うん、まあまあそゃそうですわね、えー、今クロス FM が1%のレーティングを取れてるのかどうか知りませんけど福岡県内で その福岡県というのはプロフェクチャーじゃなくてその,そのエリア内でえ例えばまあ1,000万人いるとすれば1,000万人のうちの1%ということは10万人に何らかのメッセージが届くということですからね。でもまあ今,今まあ私こ野さんおかげさまでこのキハラ問題をやるようになってだいぶ見ていただく方増えましたけどま,あまだ言ったって一番多かったので10万再生ぐらい。 日頃、まあ、大体1万は超えるようになって今も1,333億人の方にご覧いただいてますけどそう思うとこんなおっさん一人がやってて満単位の人に毎日何かを伝えるっていうことはまあもうできるようになってるんだっていうこのまあ広告媒体としても、えー、もう時代は変わってるんだなというのは。 やってて思いますね、まあ、継続してきたからこそのお話で今ご覧いただいている皆さんがいらっしゃるからのことなんですけれど、えー、まあお小遣いつこて FM 局公うて、えー、ちょっと企業価値上げて転売しようとしてはんのか何をしようとしてんのかよく分かんないですけど、えー、ホリエモンが買い張ったんだそうです。えー、ラジオ局というのはまあまあ、そのぐらいの規模のもんではありますね。 えー、滝沢ガレソさんのツイートが、まあ、勝手に流れてくるんで、えー、なるほどなと思ったのを一つだけご紹介させていただきます。まあ、世の中のことゴシップ含めて面白おかしくあれやこれやと書いたり、えー、新聞が書かないようなことテレビやラジオが報じないようなことを書いてくれてはる人なんですが。 ジャニー喜多川による性犯罪について軒並、えー、みマスコミが反省したふりをしています、まあ、実際反省しないとあかんかったような人らはみんなもう退職してる人たりしますあるいは今経営の中枢にいてある人で現場にいる人らはまあもうそれはもうそんなもんやと思ってやってきてはったんでしょうでもまあ定裁上みんなが謝ってはるんで自分らも謝っとかなあかんなという程度でえ頑張ってあります でならば結局強い事務所強い事務所に対しては、えー、もう目をつぶっている弱いタレント弱い事務所については偉そうに言う、まあ、このダブルスタンダード世の中なんてそんなもんなんでしょうそんなもんなんだと思いますけれどならば それを反省するのならばと言って名前を出していったのが能年レナさんでございましてえー能年レナさんが大手事務所を辞めてで独立するってなった時にあの人あの本名なんですけど本名なんですけど能,能年レナはえ事務所として売り出したものなので能年レナとして芸能活動をすることは許さないというふうに言いました。 そして、あの事務所を辞めはるんやったら、あまちゃんで大人気になりました、他の話もあろうかと思いますが、一切、その事務所に対して、ジャニーズと同じように、に、え、ら、ー、まれたら困るので、にらまれたら他のタレントを出さないと言われたら困るので、だから、ノーネン・レナは出せませんと。で、まあ、結局、ノンという名前で、えー、出まして。 JR 西日本は偉いですよね、能念瑠さんが制服着て、えー、いろんな安全のキャンペーンをやったり、ずっとしてますも、もともとこちらの出身の子ですからね、えー、芸能事務所に忖度しない JR 西日本のその姿勢、定時運行に、本日もご協力ありがとうございます、うん。これはもう駅長さんの一人としてですね、えー、褒めてあげたいと思うんですが。 本当,に本当にジャニーズの問題で報じてこなかった責任をテレビ局が感じているのであれば、ノーネン・レナ主演のドラマをどこが早く、ノンではなく、ノーネン・レナとしてえ作るのかという話なんですが、そんなことはテレビ局はしませんので、結局、ジャニーズの問題で反省しているというのは、大嘘こいたとりあえず、 とりあえず今はここは頭下げてた方がいいかなというお話、えー、ですねはいもう世の中そんなんばっかりですな本当にね嫌になっちゃううん10時29分ですさて阪神タイガースでございますはい、えー、中日に快勝いたしました9月負けなしの4連勝 えー、近本が右脇腹にデッドボールを受けましたので出場できませんでした1番に入った森下が初回レフト前ヒットで口火を切り3点を奪いました4回も先頭で、えー、センター前ヒットまたも3得点のきっかけを作りました放送席放送席それでは勝ちました岡田監督にお話を伺います森下が近本の1番で大役をいたしました初回もなぁ いきなりヒット打ちよったからなあ、えー、まあ、一番は経験してるからということですお、まあ近本、置いてない時に新聞が書いてくれとったやん、8試合もスタ,スタメンしてるの俺、俺知らんかったけど、新聞に書いてあるやん、8試合スタメンしてんのやろ。森下にはあの思い切りのいい良さがありますね。 三重 <laughs> ちゃん、三重せす、三えちゃん一番できへんやろ <laughs> できるか、三重ちゃん一番な、うん。森下の次ってなったら、まあ、やっぱり小野寺やろな、まあ、消去法だったらね。うんえー、前回、森下に一番を任せた時よりも頼もしいんじゃないですか。まあ、これはまあまあな、慣れでな。慣れ、新人やから。 まあ一面目やけど、しないをこなしていくと、やっぱり、売ってるっていうことによって、自信つけとるな。ああ、あの普通に送り出してるあれや、だけやで。でも一番として <laughs> あの文字起こししてそのまま書いてくれてるんですけど意味わかんないですよねな,なんとなく多分その時目の前で聞いてたらなんかそれなりのこと言ってあるように思いますが改めてここで再現すると前回森下に一番任した時よりも頼もしいですねまあこれ慣れでな新人やから、まあ、まあこの辺はわかるんですけど、うんえー、普通に送り出してるあれやだけやででも一番として。 何言ってんねさっぱり分かんないですけどね、A、初回エンドランで中野がタイムリースリーベースと続いたのが大きかったですねいやあ森下には近本みたい盗塁のサイン出せへんからなうまいことあそこはまったよなそして4回中野の送りバントで追加点でそりゃもうだって勝ち越したらもな1点ずつでえわけやからさ <laughs> さあって言ってますよ。1点ずつでええわけやからさあ、そら。目標のあるチームとないチームっちいうのは、とにかくリードしとけばさあ、そんな反発力ないやんか。やっぱりな。大量点いらんもん。1点ずつでええもん。追加点な。なるほどね。よう考えてありますな。 佐藤輝明のタイムリースリーベースも大きかったですね、あそらみんな大きいよ、みんな、そ,らそんなもん、そんな <laughs> 追加点という意味でな、うん、そら3点先制してるわけやから、誰の1だもん、んそら大きいよ、まあ。佐藤輝明については、まあ多分あんまり好きじゃないのか、あ,のあんまり評価してくれなく、まあそれで発分させようとしてるのか、ちょっと分かんないですけどね、佐藤輝明は打、まあ、っても、まあ、あんまり褒めてもらえないところがありまして。うん 前日の移動日佐藤輝明ホームランのあと3三振がというふうにちょっと怒ってはりましたよね怒ってないよ <laughs> 打率が上がらん言うただけやんか別に俺怒る必要ないやん自分に返ってくるだけやから佐藤の <laughs> なんで怒らなあかんのな俺関係ないやんか3三指しても。 そチーム勝たすことをやってるんやから、えー、でもあの佐藤がまあこうやって続いてヒットが出たら打率も上がってきますよいやいやもう,もうシーズンここまで来て打席の数もこんな多いのにそんなもん率なんか上がれへんよそんここまで来たらそんなもんさあ毎試合5本ずつ打ったら上がるやろうけど。 <laughs> 5打席あるかどうかわかんないですからね、えー、もう出たら全部打たへんかったわけませ、ねうんわね、えー、先発の二木西勇輝ですが、まあ、あんだけ天網っていうやからな、うんえー、近本が不在の初戦をこういう、まあ、普通の野球で取れたっていうのは大きいです、まあ、普通にやってるだけやからな、経験してるわけやからな、いてないとき。 そしてあの指摘していましたあの d n a の強打の,あのひどいブロックねあの新しいブロッキングルールが今日から運用となりましたがそれ当然やろう以上放送席勝ちました岡田監督のお話でございましたそれは当然やろうということでございますねはい。 本当はまあね、鬼門なんですけどね、バンテリンドーム、名古屋ドームっていうのは、ああしかしもう全然、うん、そんな感じがいたしませんね、まあ。広島が延長戦勝ちましたんで、サヨナラ勝ちしましたんで、マジックは1つしか減りませんでしたけれども、えー、順調にマジックが減っていっております。以上、上チェックをお届けししてままいりました。本日も。 なんと10ドルものスパチャも頂戴いたしまして皆さんに1239億人の方にご覧いただきましたありがとうございます最高1243億人と出ておりますポチッと高評価がまだ500台ですので忘れずにお願いをいたします本日この後2時からは淀屋橋での講演会がございますけれどもそれには来られないという方、えー、新永田での講演会は9月の10日でございます就活セミナー 双葉学者にお問い合わせくださいませ電話番号は概要欄に書いておりますそして毎日文化センターでの公演は9月の17日となっておりますこちらも毎日文化センターの電話番号を書いております、えー、そして大間の IAC トラベル主催の秋のツアーでございます11月24日もうまもなく締め切りとなってしまいます満席までもうあと 数席ございます。できれば満,満席で、駒、えー、さんと一緒に参りませんか？三泊四日の旅でございます。こちらは、IAC トラベルとなっております。零五零二零一八三二一零。十時、すでに電話の受付始まっております。零五零二零一八三二一零。IAC トラベル大阪支店にお電話お待ちしております。 ではまた明日インジャンをいたしますがこのあと正午前からこのあと散髪に行きまして髪の毛を丸めてきてですね「週刊文春」の電子版木原続投その全内幕について皆さんと共有をしようと思っておりますではまいりましょうまたあとでインジャンパー 今日も良い一日になりますように、この後、正午前からお届けいたします。